トヨタプリウストヨタプリウスアルファプリウスアルファはトヨタ自動車が製造発売していたハイブリッド専用ステーションワゴンである生産は愛知県豊田市にある筒み工場で行っていた開発主査は後に二代目シエンタやジャパンタクシーも手掛けた貝川博士であるプラットフォームはプリウス同様新 MC プラットフォームを採用し ホイールベースは 80mm 延長されて 2780mm になった。エンジンやモーター、足回り形式など、基本的なメカニズムに変更はないが、重量増に伴いトレッドが、フロント、リアで、それぞれ 15mm、25mm 拡大され、1.540、1.545mm となった。同時に、サスペンションについても、 重量増と重心の上昇に対処した。また、ハイブリッドシステム駆動用モーターの冷却方法には、水冷式を採用して、負荷を軽減。駆動力不足を補うために、最終減速比を3.26から3.704に変更した。ニッケル水素電池を搭載した5人乗りと、リチウムイオン電池を搭載した7人乗りで、7人乗りは、日本国内のみで販売されている。 二列シート仕様の電池はベースのプリウスと同じく過失前方下部に搭載。三列シート仕様では三列目の空間を確保するため電池の搭載位置がセンターコンソール下部に変更された。トヨタの量販ハイブリッド車では初めてリチウムイオン電池が採用された。これにより電池の小型軽量化が実現したため5人乗りと7人乗りの 重量差はわずか 10kg である。また搭載位置の変更されたが、前後重量配分はほとんど変わっていない。インテリアについては、シフトレバーを小型化した上で、ステアリングサイド付近に移動させた。7人の利仕様については2列目のウォークイン機構と3列目のワンタッチチルトダウン機構を採用する。エアコンパネルも大型ダイヤル一つで主要操作ができるなど、操作性が重視された。なお、 プリウスの本比較シートはアルファで採用されていない。重量増を抑えるため応急用タイヤはメーカーオプションになり、全車にパンク修理キットが標準で装備された。また G グレードでは衝突被害軽減ブレーキをメーカーオプションで搭載できる。メーカーオプションの樹脂パノラマルーフは重量増と重心の上昇を懸念して合成樹脂性を採用した。 その結果ガラス比で約40%軽量化され、ノーマルルーフ比プラス 20kg 増に留められた。ただし、樹脂パノラマルーフ設定車では、ソーラーパネル付けムーンルーフを付けることはできなくなった。ハイブリッドカーは低速時において、歩行者に接近した際に気づかれにくいという欠点を、持つが車両接近通報装置を全車に標準装備することで、 発進から車速約時速 25km までの EV モードでの走行時と交代時において歩行者に音で接近を伝える。全高は 1575mm あるため、高さ制限が 1550mm の機械式、立体駐車場へは入庫できない。対別すると S と G の2グレードとなる。さらに S には上級オプションパッケージのツーリングセレクションと装備を 簡略化した L セレクション、仮想車両のグレーンスポーツがそれぞれ設定され、G にはツーリングセレクションのみが用意されている。7人乗りは全、グレードとも5人乗り費プラス20万円前後である。SL セレクション法人需要を見込んだベーシックモデル。日本国内のプリウスシリーズで唯一、スチールホイールを標準装備。通常のラインナップ中で唯一、 メーカーオプションの樹脂パノラマルーフとバイビーム LED ヘッドランプが選べない。5人乗りのみの設定。SSL セレクションの装備に加えて16インチアルミホイールホイールカバー、フロントホグランプ、運転席、ハイトアジャスター、フロントシートバックポケット、セカンドシートセンターアームレスト、撥水機能付き UV カットフロントドアガラス等が追加された量販グレード。 5人乗りと7人乗りから選択可能。GS2、バイビーム LED ヘッドランプ、上級ファブリックシート、本側巻きステアリング、クルーズコントロール、スマートキー、内装の A ピラー機毛処理、ファブリック X 号ヒシート、運転席 8way パワーシート、運転席側上カバーのソフトパッド化、運転席と、助手席の LED フットライト等が装備され、 撥水機能付き UV カットフロントドアガラスには赤外線カット機能も追加される上級グレード。5人乗りと7人乗りから選択可能。ツーリングセレクション S と G をベースに各種スポーツパーツを装着された走行性能の強化を主眼に置いた上級のオプションパッケージ。エクステリアではバイビーム LED ヘッドランプフォグランプ十七インチアルミホイールフロントと リアにバンパースポイラーが装備されている。内装では本革巻きステアリングホイールが標準装備されている。共にベースグレードと同様5人乗りと7人乗りから選択可能。S2 リングセレクショングレーンスポーツ自社開発製造によるチューニングカーブランド G スポーツの後継として2017年9月に発表されたグレーンシリーズの一つとして 同年11月21日に、ビッツ、GRMN、86、グレーン、アクア、グレーン、スポーツと同時に発表された。S ツーリングセレクション同様、グレードではなく、オプションパッケージとなっている。ベースとなる基準車は以前発売されていた、ジーズプリウスアルファーと同じく、S ツーリングセレクションで、エクステリアは専用デザインのフロントバンパー。 ラジエーターグリル LED イルミネーションビーム、リアバンパーサイドマットガードが与えられているが、それらに加えて、ジーズプリウスアルファー同様、サウンドチューニングが施された体型バッフルタイプの専用マフラーが装備される。足回りにブレースが装着されたほか、ジーズプリウスアルファー同様に専用のチューニングサスペンションを装着して、車高を 25mm 下げている。 それらに専用デザインの18インチアルミホイールと225、45R18 サイズのダンロップ製、スポーツタイヤが組み合わせられている。なお、ジーズプリウスアルファー同様に、スポット溶接の打ち増しは、一切行われていないが、空力、ミサオやスパーツが装着されている。インテリアは専用フロントスポーツシートが採用され、ステアリングホイールは、 小型三本スポーク仕様へ、ペダル類はアルミ製へそれぞれ変更され、センターメーターには、ジーズプリウスアルファー同様にタコメーターが追加される。S ツーリングセレクションの派生モデルではあるものの、基準車には設定があるメーカーオプションの樹脂パノラマルーフや、インテリジェントパーキングアシスト、さらには1500ワットの出力が可能な、アクセサリーコンセントや一部のボディカラーは、 非設定となっている。また、トヨタセーフティーセンス P は非装備となる。ベースグレード同様、5人乗りと7人乗りから選択、可能。台湾市場は、日本と同じく、プリウスアルファー、北米市場とオセアニア市場、並びに、韓国、香港、マカオ市場では、プリウス V、欧州市場では、プリウスという名称で販売され、仕様は各国によって異なる。 2011年1月11日2011年、北米国際自動車省でプリウス V を出展。2列シート5人乗りで、全長 4615mm、全幅 1775mm、全高 1575mm。同モデルは米国で2011年春に発売予定とされた。2011年3月1日第81回、ジュネーブモーター省で、 プリウスを出展。3列シート7人乗りで、サイズはプリウス V と同じ。2011年3月8日、プリウススペースコンセプトとして5名乗車の2列シート車と7名乗車の3列シート車の2モデルが東京都港区のメガウェブにて日本初公開。日本国内では4月下旬の発売が予定されていたが、公開直後の3月11日に起きた東北地方。 太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故による工場被災と部品供給体制悪化により4月の発売を中止5月に延期された2011年5月13日プリウスアルファを発売プリウス同様にすべてのトヨタの販売店で販売される2012年10月22日シングレードを追加 従来は2列シート車のみの設定だった S、S ツーリングセレクション、G ツーリングセレクションに3列シート車を追加し、ラインアップを拡大。同時に、G ツーリングセレクションスカイライトパッケージは廃止された。2013年4月8日、メビウスの名称で、ダイハツ工業へ OEM 供給を開始。同社へのハイブリッドカーの OEM 供給はかむりに、ついで2車種目となる。 2013年8月1日特別使用車、S-Tune Black G-Tune Black を発売 S-G をベースにドアスイッチベースシフトノブベゼルコンソールスイッチプレートヒーターコントロールノブベゼルにダークシルバー加色をドアハンドルにメッキ加色をそれぞれ施しクローム調アルミホイールキャップを装備シートやドアトリムの内装色は 特別設定のブラックを設定した。ボディカラーは特別設定色のブラッキッシュレットマイカを含む5色を設定した。同時にベース車両の一部改良を実施。5人乗り仕様の全車に停電などの非常時に千5 0 0ワットまで使用可能の AC100V 電源を供給できるアクセサリーコンセントのオプション設定を追加した。2014年11月17日マイナーチェンジ。 外装では開口部を強調したダークグレーメタリックのアンダーグリルや LED、クリアランスランプを採用。リアコンビネーションランプはインナーレンズを赤に変更。ボディカラーはクリアストリームメタリックを廃止し、新たにダークシェリーマイカメタリックとオレンジメタリックを追加。合わせて黒系をブラックからアティチュードブラックマイカに赤系をレッドマイカメタリックから。 スーパーレッド V にそれぞれ差し替え、給食展開とした。内装では、幾何学柄を用いた、ピアノブラック塗装のセンタークラスターや、合成比較のアームレストを採用し、一部グレードには、合成比較とファブリックのシート表皮も採用。また、4.2インチ TFT カラーの、マルチインフォメーションディスプレイを全社に、標準装備し、インテリアカラーとシート表皮色はそれぞれに、 ブラックとグレージュの2色を設定した。装備面では、GK グレードに運転席、パワーシートを標準装備とし、車線の逸脱を検知して警告する、レーンデパーチャーアラート、夜間走行時にハイビームとロービームを自動切り替えする、オートマチックハイビーム、レーダークルーズコントロール、プリクラッシュセーフティシステムをセットオプションで設定。世界初となる一等の光原で、 ロービームとハイビームの切り替えが可能なバイビーム、LED ヘッドランプを S ツーリングセレクション及び GK グレードに標準装備し、S はスマートエントリースタートシステムとのセットオプションとして設定。フォグランプをバルブから LED に変更した。2014年12月22日、S ツーリングセレクション Gs を設定。 2016年5月13日特別使用車 S Tune Black 2を発売2013年8月に発売された特別使用車 Tune Black のバージョンアップ仕様で今回のベース車両は S のみの設定となる内装ではステアリングスイッチベースやコンソールスイッチプレートなどにラメリピアのブラック塗装をステアリングホイールやシート表皮などにアクセントとして ホワイトステッチをそれぞれ施した。外観は、プロジェクター式、ハロゲンヘッドランプやクローム調アルミホイールキャップを特別装備したほか、装備面では快適温熱シートやスーパー UV、IR カットグリーンガラスを装備した。ボディカラーは、特別設定色、ブラックキッシュ揚げハガラスフレークを含む4色を設定した。同時に既存モデルも使用変更を実施。 オートマチックハイビームレーンディパーチャーアラート、プリクラッシュセーフティレーダークルーズコントロールのセットオプションを S と S ツーリングセレクションに設定を拡大した。2017年11月21日一部改良。衝突回避支援パッケージ、トトタセーフティーセンス P を全車に標準装備した。ボディカラーの変更も行われ、スーパーレッド V、オレンジメタリックに変わり、 ダークレッドマイカメタリック、スティールブロンドメタリックを設定した。なお、特別使用者、S、チューンブラック2もベース車と同様の改良を受け、継続販売された。2017年11月21日プリウスアルファーグレーン、スポーツを追加。スポーツカーシリーズ、グレーンの追加ラインナップとして、S ツーリングセレクション Gs の後継となる。 S ツーリングセレクショングレーンスポーツを設定した。2018年4月北米市場及び韓国市場向けプリウス V の販売を終了。2018年4月衝突回避支援パッケージの名称をトヨタセーフティーセンス P からトヨタセーフティーセンスに変更。2020年8月一部改良 WLTC モードによる 燃料消費率並びに排出ガスに対応し、平成30年排出ガス基準75%低減レベル認定を取得。なお、燃料消費率の WLTC モードへに移行に、伴い、2020年度燃費基準プラス10%達成となった。合わせて、ボディカラーの変更も行われ、赤系をダークレッドマイカメタリックからセンシュアルレッドマイカに差し替え、 スティールブロンドメタリックが廃止された。2021年3月末生産終了。公式サイトも削除された。5人乗りステーションワゴンのポジションは今後、カローラツーリング及びカローラフィールダーが受け持つこととなる。ありがとうございます。